本項目はアメリカ合衆国の女優であるメリル・ストリープの受賞とノミネートの一覧である。ストリープはアカデミー賞では俳優としては史上最多となる21回ノミネートされ、そのうちクレーマー、クレーマーで女演女優賞、ソフィーの選択とマーガレット・サッチャー鉄の女の涙で主演女優賞を受賞した。その他、 ゴールデングローブ賞では27回ノミネートされている。2003年のセザール賞では名誉賞、2004年のアメリカ映画協会賞では生涯功労賞を受賞した。さらに、ストリープの演技を称いて、1980年にヘイスティプディング賞、ウーマン・オブ・ザ・ヤーに認定された。2008年にリンカーン・センター映画協会からガラトリビュートが贈られた。ストリープは、 ハリウッドウォークオブフェームのハリウッド大通りで7020番目の星を贈呈された。1983年にイエール大学のファインアート修士号を取得した。この時彼女は妊娠していた。また2009年にはプリンストン大学の名誉学位を与えられた。2008年にはニュージャージー州の殿堂入りを果たした。ありがとうございます。